さて、このギャルガンの発表に際して、また関係者の皆さんからメッセージが届いている模様ですので、ご紹介いたします。まずは、本作品の開発会社、インティクリエイツ代表取締役社長、会津拓也様からのメッセージをご紹介いたします。本日、ギャルガンが発表でき、感無量です。足掛け3年半のプロジェクトとなりましたが、ご協力いただきました皆様にこの場を借りて御礼申し上げます。まだまだ調整中ですが、良いものに仕上げますので、発売日を楽しみにお待ちください。株式会社インティクリエイツ代表取締役、会津拓也。はい、コメントからもお分かりの通り、インティクリエイツさんは非常に誠実で真面目なメーカーさんでございます。普段は硬派なアクションゲームを多くお作りになっているんですけれども、今回はどうしてこうなった？続きまして、アルケミスト代表取締役の浦野重信からのコメントをご紹介いたします。開発のインティクリエイツさんなど多くの関係者に支えられ、本日発表の日を迎えることができました。まだいろいろと仕込んでいるみたいですので、発売まで生温かく見守ってあげてほしいです。それはいいとして、中川君、プロデューサーのお仕事である孫悦圭さんはちゃんとやっているんだよね。株式会社アルケミスト代表取締役、浦野重信。どんな判断や、金をドブに捨てるか。皆様、大変温かいメッセージをありがとうございました。さて、中川さん、はい、このとんでもないゲームを出すゲーム機は一体何でしょうか？はい、さあさあ、こんなバカゲーギャルガンの発売を許してくれる懐の深いハードはどちらでございますでしょうか？ヒントは据え置きです。正解は XBOX、 はい、ではなくプレイステーション3でもなく、まさかの Wii です。 Wii なわけあるないですよね。というのは冗談で、正解は XBOX360 です。しかも今回は360オンリータイトルです。マルチとか余ったりしたことは全く考えておりません。ギャルガンは360ユーザー様と一蓮托生になりました。どうぞよろしくお願いいたします。さて、ここでファミ通 XBOX360 編集部、松井宗達氏よりコメントをいただいておりますので、ご紹介いたします。初めてギャルガンを見せていただいたとき、思わず なんというとつぶやいてしまいました。誰もが思いつきそうでありながらも、これを実現した、いや実現してしまったインティクリエイツさんとアルケミストさんには、以下の言葉をお送りしたいと思います。やっちゃいましたね、もっとやれ。はい、実は松井編集長が今回のギャルガンのゲームジャンルであります 3D ガンシューティング、目です。こちらの名付け親です。素敵なアイデアをありがとうございました。 XBOX360 専用ソフトギャルガンはこの冬発売予定です。まだ伏せられているゲームの詳細、発売日などは順次告知してまいりますので、どうぞよろしくお願いします。最後に、私から皆様に告知情報を説明いたします。今年のゲームショー、アルケミストは物販ブースではなく一般ブースへの出展です。ブース演出の目玉はなんと板車。本日発表した2作品がデザインされたオリジナル板車がドーンと出現します。ぜひご覧になってください。そしてアルケミストブースでは、斬新な試みとして開催日によってメインで紹介するゲームを変えてまいります。ビジネスデーの16日と一般デーの18日は、本日最初に発表したウミネコの鳴く頃にで、ゲーム中に登場するセクシーなキャラクター、煉獄の7姉妹のコスプレイヤーがアルケミストに召喚されます。はい、ちゃんと7人おります。召喚です。ウミネコデイの注目イベントは、煉獄の7姉妹によるフォトセッションです。定期的に7人がずらり勢ぞろいする時間帯がございます。板車をバックにした素敵な撮影タイムをどうぞお楽しみください。ちなみにアルケミストブースは終日撮影 OK、 大歓迎です。動画画像バンバン撮っちゃってください。
そしてウミネコに関するイベントがもう一つ。ウミネコといえば黄金ということで、魔女ベアトリーチェが生み出したといわれる黄金のインゴットを煉獄の七姉妹と従者のヤギが会場内で運搬をしております。このヤギさんが持っている合言葉をアルケミストブースのスタッフに伝えると、なんとこの黄金のインゴットをプレゼントさせていただきます。このイベントは4日間を通じて行われております。はい、ヤギさんの合言葉はコロコロ変わります。運搬しているのを見かけたらすぐにアルケミストブースへ行こう。続きまして、ビジネスデーの17日と一般デーの19日はギャルガンデー。なんと早くもギャルガンの試遊をすることができます。そしてギャルガンデーイベントがまさに前代未聞の内容です。名付けて水着のお姉さんを狙い撃ち、ギャルガンドキドキ体験会。水着のお姉さんが水鉄砲でチューチュー撃たれてしまいます。内容を軽くご説明しますと、先ほど声優さんがお話をしていた通り、ギャルガンには一人の女の子を集中的に見ることができるドキドキモードというパートがあります。アルケミストの私有はこれに特化した特別バージョンです。そして私有プレイと水着ギャルが超連動します。もうお分かりですよね。会場でしか味わえない 2.5 次元のドキドキをぜひ体験してください。あなたのプレイが水着ギャルの本能を刺激します。ポロリはありません。またマイクロソフトブースでは終日ギャルガンの試遊ができます。しかもアルケミストブースのものと内容が全く違い、より長くより深く遊ぶことができます。ぜひマイクロソフトブースでもギャルガンをお楽しみください。はい、試遊スペースをいただきましたマイクロソフトさんにはこの場を借りてお礼申し上げます。それでは皆様、本日はアルケミストの2つの新作の発表会に長らくお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。今後もアルケミストではウミネコ、ギャルガン、それぞれのタイトルに合ったプロモーション企画とパブリシティを展開してまいります。どうぞご期待くださいませ。本日は誠にありがとうございました。